すこと忘れかけていた。いつも分かっていても一歩目が踏み出せない。繰り返してきた同じような過ちは二度としたくないから、今心に決める。届かない想いさえも何か変えると信じて、どうしても弱気になる自分にエールを。僕らはこの夢をきっと叶えてゆけるだろう。答えなら分かってるんだ。追いかけ続けると新しい準備ができたらと後回しにしてた。いつになっても何にも変わるはずがないのに、くだらない言い訳で逃げ続けていた。エールという曲を歌いました。ありがとうございます。はい、ご利用のところです。引き続きね、歌っていきますので、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。